はい、ラストとなります。いきましょう。まあどんぐらい HP あるかですけど、まあいけるっしょ。ね、もうジャベってこ、アースダスト。手強い虫にアースダスト。よし、OK。あーやべっていうのが、あんま近づいてほしい。あんま近づいてほしくなかった。剣。ね、近づけなくなっちゃうから。OK。で、ちょっと待ってね。HP が、まあ、一人がかなり減ってると。まあ、でも大丈夫でしょう。ハイドラッグ。もうドラッグですよ。薬の力。これで完璧ですから。薬の力使っていきますよ。もちろん。で、回復はヨヨがいれば大丈夫なので。まあまあまあ、ロイヤルドラッグでも使ってみる。いいね。よし。これで、まあまあまあ、とりあえず OK でしょ。ビンゴ入ってると。よし、マテさん、行ったれと。破壊じゃねえよ、バカ野郎。破壊じゃねえよ。うえ、アレキサンダーさん、お待たせしましたよと。まあ、アレキサンダー、皆さんに謝れよ。みんなに謝れよ。見てくださっているみんなに謝れよ。お前がこのど真ん中にいるせいですげえ時間かかったんだよと。まあ私のね、ゲームプレイスキルもないっていうのもあるけど、そこはもうアレキサンダーさんとね、両成敗ということで、みんなガード。すごいね。すごくない？ほら、すごい、マテライト。これ惚れちゃうわ。惚れちゃうよ、これ。よし。いやー、もうドラゴンちっちゃく見えるね、こうなると。ね。ちっちゃいっすよね。かわいい。まあ、逆にもうハリネズミみたい。マンモスどころじゃない。もうハリネズミ。ほんで、これでビンゴをかまして、突っ込んでいけばいいんですよね。ビンゴかまして、メロディアがアップ。リフレッシュ。もうリフレッシュいらんのよね。多分というか大丈夫なのよ。まあ最悪全員が死ななければいいだけだから。よし、行くでーと。必殺剣どうなんだろうね、これ。サンダー、何、ドラゴンヒットみたいのあった？ドラッグヒットか。ドラゴンヒットなんかねえよ。今まで出たことねえだろ。急に出たかと思ったわ。ちょっと盛り上がっちゃって、自分の中で。チョーンパ。よし。安定してダメージ与えるよね。どうなの？いやー、攻撃の方が強えわ。よーし、効いてますよ、これ。もう1万6000とかいっちゃってるからね、これ。2パーティーで。舐めてるな。こいつ舐めてるな。バリトラだと。バカが。そんなぬるい攻撃効くわけねえだろうと。素晴らしい。しかも全開しちゃってるし。全開しちゃってるわ。これ、先にこっち終了させてリフレッシュをやってくれないと。リフレッシュはやってくれないと。まあまあまあ、いいっすよ。
あ、全然どっちでも、あ、全然ど、あ、私どっちでも構いませんと、どちらでも行けますんでと、もうおしっこでもうんこでもどっちでも頂戴いたします、はい、っていうぐらいですね。で、ドラゴン恋でいいよ、うん、白黒ホワイトドラッグでここ行っときゃいいでしょうと、はい、これで完全回復。そんでもって何か召喚来ても誰一人、いや、まあ1パーティー1部隊、どの部隊も落ちないから、それこそ変な特殊な召喚とか、こいつ一人になってピンチになったからやべえって思って特殊なやつやってこない限り、あ、全然大丈夫、全然大丈夫、もう全然余裕、もうむしろ涼しいぐらい、すんごい涼しい、うん、めっちゃ涼しいわこれ、ありがとうございますと逆にね、あの試練を与えてくださって、もう試練がないと人間ダメになっちゃいますからね、うん、ありがとうございますよと。ちょっとやべえな、ちょっとやばいっすね、いった、あーでもそうか、なるほどね、なるほどね、回復これします、とりあえずね、2回回復、そうか、あんまりゴリッゴリには押していけないね、そうするとね、これゴリゴリ、あー、まあやってくれたと、ゴリゴリにはいけないですわな、こっちで回復使っちゃうから、うん、まあ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 、じゃべっていこう、まあ、じゃべっていくわと。だったらこれ隣に、あ、でも ここにいればいいのか、ここにいれば全体攻撃できるから、あ、全体回復できるからな、だったらセンダックも置いちゃうか、隣に置いちゃえばいいのかな、いや MP300 にしといてよかったね、皆さん、ちょうどぐらいですよこれね、ここ置いてあげて、そうすれば全体回復できると、でビンゴですと、あ、ダメだわ、このターン攻撃できないですね、攻撃しちゃうとやばいよね、攻撃しちゃうとやばいんで、ここは耐えましょう。だからもうフィールドの必殺剣ですね。いや、サンダーだな。シュンと。いや、あんま変わんねえな。変わんねえよ、必殺剣は。リフレッシュ。ドラゴンちゃんたちは自分で回復。いや。はいはい。いいですねこの感じ、ちょ、もう下手に動かさない方がいいな、勝手にやってくれと、パティちゃん頑張って、超音波いいね、ヒューベリオンが強いのよね、1500、あー、まあまあ、パティちゃんは知らんけど、すげえ食らっちゃうから、乱れ打ち、爪。まあまあまあ。天空さばきは、さばいていく。もうこうなっちゃったら、押し、ゴリ押しよね。これはなかなか威力あるよ、これ。楽しみじゃ、おい。どんぐらい食らうのかな？すげえ食らう。もう1700だからね。二人下死ぬね。あ、死なないね。ギリ死なないと。みんな耐えるね。一人だけ倒れたら、ちょっとかっこ悪いから、みんな耐えてるね、これ。素晴らしいわ。よし。回復させてあげましょう。
それは素晴らしい。ここで瞬間回復。あーでもそうか、これやってっと永遠に回復しかできないから、そうか、アイテムでやっぱ回復するしかないないのか。そんな、まあまあ、まあ、それしかないわけじゃないけども、なるほどね。そうか、まあまあいいや、ビンゴで回復させて、いやでもまだアイテムまだ早いか、いやでも使ってこ、うん、こうやって、ジャンヌにかけたビンゴが全く作用しないっていう。サンダー行く？行ってみる？ツン！うん、変わらず。で、これをまあ終わったら、もう終わった話になってるけど、終わったらエンディングなわけですよね。エンディングで多分じゃあ家へ帰ろうっていうパターンですよね。で最後言うのが、やっぱ家が一番落ち着くなっていう、やっぱ家が一番だよねってなるんですよね。でもそれどうなんですかねって、ちょっと昔引っかかってたんですけど、まあ多分というか、まあそのままの感想なんだよね。感想で、まあ旅行して楽しかったけど、やっぱり家に帰ってくると安心するし落ち着くねっていうことなんだけど、旅行ってさ、そもそも向こうに住むわけじゃねえしっていう、そこなんだよなっていう。だから比較対象としては間違ってるんだよねって昔ちょっと思ったっていう。まあでも気持ちだよね、普通に。やっぱ家って安心するよねっていう気持ちを言いたかったっていうね、ことなんだなって思って、そういう風に思ってる大人になった、少し自分も。でこれを食らっちゃって食らっちゃってるからってことで、ジャンヌ部隊回復してくれねえだろうな。そうか、アイテム使っていくしかねえか。いやでも足りなくなるな。え、どうするよこれ。一旦このホワイトドラッグでちょこっと回復して、マテライトで攻撃してみよう。マテライトで攻撃して、お疲れマンモスがこっちのこと回復してくれるかもしれない。そう願おう。あでもお疲れマンモスもう MP ないのかな。なかった、爪とかばっかやってたけど。ない可能性高いな、これは。ないね、ないっすね。まあ、いっか。行こう。いや、まだハテナが続くよ、と。ハテナは続くよ、どこまでも。でも、これで8000いくから、かなりのダメージよ。噛みついてるから、1万は、まあまあまあ、あれだけど。インスパイア2000オーバーでしょ。あ、まあ1900、まあ2000、8000、まあ9000はいくね。9000はいってるから。みんなガード。これもしかしてみんなガードしてくれるのかな、直接戦闘。さすがにダメージでかいだろうってことで。そうっぽいな、これな。ザクッと削っていく。いや
でもこう一回クリアしたことあるけど、こんなに時間かかったかなってちょっと。あー、行こう行こう行こう、行ける行ける行ける、ゴー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 、行こう行こう行こうと思った。ちょっとふと思った、こんな HP 高かったかなって。でこんなめんどくさい戦い方してたのかなってちょっと思った。こんだけ大変だったらなんか記憶に残ってそうだけどなーってね。ういーういーと。でこれもう最後でしょ、最終章ってなってたからどうなん。あ、経験値ない、やっぱり最後はもらえないんだ。言った通り、どうしよう、アレキサンダーがまた復活しちゃう。ヨヨ、大丈夫、私に任せて。ヨヨ、カルパレオス。おい、二人で始めるな、二人の世界を始めるな。ああよかった、マテライト、センダック。おい、ちょっと待て待て待て、テッシー、オレリスの仲間たち、皆さんも力を、私に力を、強さをください、少しずつ元気を分けてくれと。あなたもお願い。いや、やるよ、それやるよ私。いやいやいや、嫌ってない、ちょっといじってるだけだから。嫌は嫌ってないよ、安心しろよ。そこは私がいることでテッシーを嫌な気分にさせてしまう、そんなこと思ってないから、分かってるって。でもテッシー、あなたはやっぱり私の大切な人なの。強くなったな、本当に強い。テッシーがガキだよ、ほんとガキだわ、こんなんで気立ってたらね。あなたがいなければ今の私はいなかった。私に大切なこと教えてくれた、空を越えて伝わる気持ち、本当にあること。わあ、これ最初に戻るね。そんな気持ちあるのかなって言ってたやつ。今だけでもいいの、私に強さを、あの頃のように。みんな両手あげろ、よし、テッシー、テッシー、え、ちょ、待て待て、怖い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 、テッシー教になってくよこれ。ありがとうテッシー、もっと強く、捕まってもいい。うわー、照れるからよせよ、いいよ、どっちでもねえだろ。いやいや、いい、うん、うん、いいよ、よしやるぜ。もう捕まっちゃった、そのセリフ持ってくるかね、ここに。嫌われてもいいのって言ってて持ってくるかねっていう。ちょっとなんかその逆に、え、これはなんかギャグなんみたいな思っちゃうけどね。逆にそう来るみたいな。神竜のアレキサンダーよ、私の中に入ってきなさい。あなたなんか怖くない、私にはみんながついているから、みんなが強さをくれるから、来なさい。でアレキサンダーも召喚できるっていう感じになるんだろうね、あのもしこの続きがあったとしたらのね。でもアレキサンダー、あいつ自分の攻撃やってなかったよな、他の召喚のやつやってたよ。おおお、何が起こったんじゃ。アレキサンダーが姫の中に。それではヨヨの中で神竜たちが戦いを始めたのか。誰か誰か何とかしてくれ、ヨヨ様、ヨヨ様。お、友人。おう、面白い。おう、竜神、早く何とかするんじゃ。おうじゃねえよ。強い娘だ。よく頑張ったな。もう大丈夫だ。さあ、バリ島だ。一匹ずつ出てくみたいな。ああ、そんな感じだね。リヴァイアさん。
これ一番最後のやつ結構不安だよね。俺本当に呼ばれるのかなみたいな。あのなんか小学生の頃とか中学生の頃さ、テスト返される時、名前バラバラで出してさ、最後の方になってくると、あれ俺のはってちょっと不安になるっていう。他の人はさ、みんな、ああ何点だったとか、ああこの問題こうだよなとかさ、やっぱりなとか盛り上がってんのにさ、自分だけ盛り上がれないやつ、ちょっと不安もちょっとあるし、実際テストないからさ、点数とかも分かんない、盛り上がれなくて、最後に受け取って盛り上がろうとしても先生が、はいじゃあみたいな感じでね、ホームルーム始まっちゃうっていう、おいでヒューベリオンと、あの感じ。これ全員分。さあ復活の時だ、バームート、オウト。ヒョイーンと、お、収まった。アレキサンダーは生き残った竜人はこれだけのようだ。アレキサンダーは娘の中だ。しかし戦いはなくなった。あるのはアレキサンダーの怒りと憎しみ、そしておそらく悲しみ。それではヨヨは。心配しないで、私大丈夫みたい。なんだったらアレキサンダーの力、うん大丈夫よ。アレキサンダーの力が私の力に。だって私は昔の弱いお姫様じゃないもの。私はカーナの女王、それにドラグナーなんだから。出たドラグナー。アレキサンダーを心の中に入れておくくらい何でもないの。違いない。バハムート、カーナの守護神、守護竜バハムート、これからは。さあ私は復活の時を迎えたばかり、明日は見えぬ。あ、なるほど、明日の見えない僕ら、そういうことか。何を言えばいいのか。私はお前の中にいたのだ。お前の心は知っている。我らへの怒り、恐れ、お前自身の喜び、悲しみ。さあドラグナーよ、ドラグナーの仲間たちよ、オレルズが待っている。帰るがよい、お前たちの世界へ。何してんだ、行くぞと。あれテッシー、放置。テッシー、おう、ヨヨの心の中でお前はとても大切にされていた。いや今のテッシーに言ってもそれグサッ、ちょっとグサッてなるだけだよね。しかしそれは思い出の中のお前だ。いつかは消え去る記憶に過ぎぬ。厳しい、ちゃんと現実も教える。テッシー、新たなる時代は来た。だが新たなる時代はすぐに古き時代となる。時間には誰も逆らえぬ。さあテッシー、前だけを見て歩くのだ。お前が生きることができるのは次々と押し寄せる今この時だけなのだ。いいこと言うね。だから途中で言った忘れるっていうことも大切な能力なんだよな。先へ進むためのここへの布石だったわけだ、俺のあの実況はね。うん、さあ弟子帰るんじゃ。その前にお前に言わなくてはならないことがあるんじゃ。ありがとう弟子。こんな言葉を使ったのは久しぶりじゃ。オマテライト武士が戻ってきましたね、照れるのーと。いやでもありがとうはね言った方がいいよ。あのただだし別に損するわけじゃないから。うん、決めのポーズで。
おお、ちょっとまあ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 、みんなね、他のメンバー引いてるけどね、引いてるけど、ドラゴンは優しい。ドラゴンちゃんたちはみんな優しい。これ本当に決めのポーズだから、あのあれでやってたんでしょうね。笑ってだと笑ってたんだろうな、多分。閉じたと。おお、オレレス。いやもうこの戦艦だけでいいよね。あ、地上にも来た。兄貴、本当にこの家を僕たちにくれるのかな。マテライトのおっさんがいいって言ってたからな。本当なんだよな。ここも懐かしいですね。思えばこの家が全ての始まりでした。隊長、ゾラ、いろんな人が戦争から逃れてここに集まったんだっけな。そうね、思えば長い、本当に長い戦いだったな。僕たちテッシーの兄貴に出会うまで野良犬みたいだったけど。けどさ。けどなんだよ。なんでもないよ。どうしたんですか、ビッケ。ただ僕たちも一人前になったのかなって思ってたら、楽しかったこと、辛かったこと全部思い出しちゃって、いろいろありましたね。やめろよ、そんなしみったれたことを言うなよ。涙が出ちまうじゃねえか。私だって。3人で感動するな。感動のフィナーレはこれからだぜと。僕だってさっきから涙が出るのずっと我慢してるんだ。兄貴、ありがとう。なんだな、なんだな、うん、うん、なんだな、テッシー。テッシー隊長。いやー、まあ、そのね、ここまでたどり着いた、ね、その気持ちを忘れないでいただきたいと。ね、その気持ち、忘れないでと。なんていうかさ、行きたかったところにたどり着いちゃうと、そこまでの気持ちって忘れちゃったりするじゃない。そこに行った瞬間、やっぱもっと上に行きたくなっちゃう気持ちの方が強くて、そこの地点まで頑張った気持ちってなんか忘れちゃう、薄れちゃうことが多いけど、それをね、やっぱり大切にしていきたいなと、自分も戒める意味も込めてちょっと言ってみた。テッシー、あなたと出会えてよかった。これマテライトだったらちょっと気持ち悪いけどね。ちょっとどころの騒ぎじゃねえよな。ドンファーン。あ、ルキアが。あ、皆さんのエピソードかな。どうした、ルキア。決まったわよ、ついに。決まったって、マハールの新しい国王が決まったのかい。そうなの、聞いて驚かないでよ。誰、まさかまさか。純情硬派のドンファン様かい。違うわよ、隊長さんよ。隊長さんが国王なの。まあだろうね。本当かい。軍曹の説得についに負けちゃったみたいよ。人の頼みを断れないなんて隊長殿らしいや。さあ行きましょう、マハール宮殿に。ジャンヌも待ってるわよ。マジか、行く行く行く。ああじゃねえよ、行くわ。軍曹、なぜ自分を国王にしたいでありますか。は、新国王は隊長殿しか考えられないであります。自分はかつてこのマハールを守れなかった男であります。果たして皆納得してくれるでありますかどうか。何を言ってるでありますか。隊長殿、あなたはいつまでも私たちの長であります。今まであなたについてきて本当によかった。私もそう思うよ。ドンファンもそう思うであります。私も。みんな、それに国王になれるのは悲しみを知っているやつだけだぜ。サウザー。
終わったよ、何もかも。俺たちが夢見た伝説も、すべて終わったんだ。だけど、もうお前はいない。なあ、サウザー。お前が目指したものは、本当は戦争ではなく、平和だったんだろう。そんな気がするよ、サウザー。グッバイ。だからちょっと面白くなっちゃうから、グッバイとか言うと、さようなら、サウザーでいいじゃん。グッバイって。ちょっとね、ガッてこっちに来るようにしてるのかな？ちゃんと。このスタッフさんがね、ちょっと面白くするように。よ。俺はやはり、グランベロスに一人で残る。戦争が終わったとはいえ、カーナに抜け抜けと行くわけにはいかないさ。カッコつけないでいいと思うけどな、そこは。すまない。だがお前には素晴らしい仲間がいる。寂しくなんかないよな。いや、寂しいって。寂しいよ、それは。だから、これ、ちょっとスタッフさんお遊びすぎてるよ。グッバイスタッフさん、これ。おっと、パルパレオス。おい、パルパレオス、俺たち国民を戦争に巻き込みやがって。貴様、この責任をどうやって取ってくれるんだ。お前たちの気が済むよ、好きにするがいい。ほら、けっかっこつけやがって。俺のナイフの餌食にしてやる。え、ガチグッバイ？ガチグッバイ？よい王女、あ、女王、一体どうしました？そんな夢見たと。大げさなのね。なんでもないわ。少し寒気がしただけです。マテライトは？それが、いつものように、王座に向かって独り言をブツブツと。またですか？カーナに戻ってきてから毎日ですね。いやー、ヨヨも強くなったし落ち着きが出てきたっていう感じだよな。おー、すっかり本当にたくましくなられました。カーナは心配いりません。このマテライトがいる限り、そしてあいつがいる限り。あいつは、テッシーはとてつもない男になりましたぞ。いい仲間がいて、わしは幸せです。いや、マテライトがね、強かったね。カーナ、マハール、グランベロス、ゴドランド、キャンベル、ダフィラ。オレルスに散らばる無数のラグーンは、やがて平和協定を結び、一つの国家となり、元カーナ戦隊、川柳隊隊長テッシーは、空からすべてのラグーンを見守る役目を任命された。あの伝説の竜とともに、神竜の伝説。それに挑んだ一人の男から、わ、早い早い、戦争を裏切り神竜の伝説。そして新たなる時代の扉が開かれたんだっけ。ここあれだよね、戦争終わってセンダックが歩いてたところですね。新たなる時代って何かな？自由かな？それとも平和？明日の見えない僕たちは知る由もないんだな。だけど、夢は自分で見つけなきゃ。希望は自分で捕まえなきゃ。幸せは歩いてこないんだな。そう、その当たり前だよね。当たり前のこと。お腹減ったくらいのことで泣いてちゃダメだよね。いや、それは泣く。それ泣くね。そう。いや、でも腹が減っては戦はできんの。まあ、戦じゃないけど、戦争じゃないけど、腹減ってちゃちょっとね。やっぱり、落ち込んだ時とかはまず飯食うことだよ。食べること。大事。ピザ食おう、ピザ。オーバハムートは地に残ったと。オレリスに
再び争いが起きないようにって。あれからどれくらいの時が流れたんだろう。いつしかこの世界はこう呼ばれるようになったんだ。はい、これいきますよ。タイトルいきますよ。はい、いきました。バハムートラグーン。ここでバハムートラグーンって持ってくるというね、そういうお話でした。まあパルパレオスね、あんな感じになってたけど、あんなんでやられないから大丈夫。あれは単なるヨヨのね、夢ですよ。そんな一般市民のナイフでやられるようなやつじゃないよ、あいつは。うん、はい。いや、まず最初に最後までありがとうございます、ご覧いただき。本当にそれがまず第一です。長かった76ですか、最後これ。まあ、久々に長かったですよね。はい、本当にありがとうございます。まあ、今ドラクエ7、まあ、急にもう他の動画の紹介、ドラクエ7多分並行してなってると思いますが、まあ、ドラクエ7も長くなるかな。うん、そちらも見ていただくと嬉しいです。でこの後ね、どうしようかなってちょっと思ってて、まあ、短めのねゲームの方がいいのかなと。シミュレーション RPG ね、ちょっとやっていきたいなと。昼の部門じゃないけど、バハムートラグーン12時に上げてたんだけど、まあ、昼はシミュレーション RPG、 夜は普通のなんかゲームってやってたので、これからもそれで行こうかなって思ったんだけどね、いかんせんちょっとね視聴回数が伸びないという感じなので、どうすっかなと考えておるところです。テッシュかっこいいっすね、最後風になびいて王子エンドということで、バハムートラグーンの空で最後締めくくりとなりました。まあというわけでね、動画考えてはいるんですけど、どうしようかなと考えつつね、いつもの通り、はい、次回何の作品になるかはちょっとわかりませんけれども、次回作もお楽しみください。テッシーでした。失礼いたします。